でも分かってるみたいな口聞いたりさ、人をジョグっていつもふわふわしてると思えばなんか壊れそうでハラハラして、俺他人に興味なんか持ったことないのに気になってしょうがないんだわ。知り合いの店なんだけど短期で手伝ってくれるやつ探してて、じゃあやろっかな。よし決まり。新人金髪。はい、今日から入った新人コウスケの友達。どうも、シュンです。あ、どうも。君は新人くん。何を損にしてんすか。俺がいればいいっしょ。とーちゃーっ。スキル使ってる。超お金持ちですか。言っても中流だよ。一人暮らし。ここ親父のマンション。一人暮らし。ここで金持ちわかんない。もうやだ、痛い。はい、酒を得るのに強がるから。優しい。嫌われたかと思ってたわ。別に。てか彼女と一緒に家やるんじゃね。彼女？違うよ。ワイニャイと。え？もしかして嫉妬してんの？バイトしない？たまに俺の家来て夜ご飯と朝ご飯作りに来るバイト一回一万。おはよう。うわ！うわ！ただのいたずらじゃん。あ、何もないのががっかりしたな。僕趣味すぎるんだ。人にペースをかき乱されることが嫌いだ。誰かに期待したりされたりするくらいなら正直ずっと一人で生きていく方がいいって思う。お前はいいよな。人に興味がないし。お届け物です。開けてよ。ありがとうございます。くそ、帰れ。はちょっと、おい、俺はただでさえ一日予定が全部狂ってるんだけど、やってみたら楽しいこといっぱい知れたし。なんてね、金に困ってないでしょ。なんでそんな無理したの。楽しけりゃいいんじゃない。人生一度きりだし。楽しそうに見えないから言ってんだわ。何？お前飲みすぎだって。お仕事なんですけど。見てて痛いんだわ。バカやるって。例えば何。おいおい、何やってんの。笑い事じゃないし、俺男なんですけど。納期ならいけるかなって。行くな。可愛いね、反応が可愛い。お前に金出すとか言われても気分悪いんだわ。さっきアフター誘われた。何かされちゃうかもね。しゅん、いや、だから僕が連れて帰るの。マジでお前ムカつく。なんで俺ばっかりそんなに言ってるんだよ。なおきに俺の気持ちなんかわかんない。わかんねえ。お前なんでそう行き当たりばったりなの。だって無意味なの計画、そんなんできるの今だけだからさ。わかんないけど、お前のことわかりたいって思ってる自分がしんどい。じゃあ俺を焦らせてみてよ。どうせ来年からは大事な会社入って平凡に働いてこき使われて。その平凡はみんなの憧れだろ。俺は自由な直樹が羨ましいよ。直樹、もうそろそろ帰るね。直樹、土日シフト入れない。旬の穴埋めでめちゃくちゃ大変だよ。あいつんとこのおやつさん倒れたんだよ。星家庭のお坊ちゃんだからな。跡取り息子として早速就職ってとこだな。